ポップコーンのために勉強しに来ました。畑だな、かわいいナス。ナスだ、ナス。今まで畑とか全く興味なかったけど、ポップコーン育て始めてから気になるな、はい、あ、そうですか。ケンケン本当にもうダメだよ、農家だわ。見てくれが前会った時と全然違うわ。これオクラの花なんですよ。綺麗ですよね。全然イメージ違う、はい、でこれ実は食えるんですよ、花びら。ほらもうケンケン、そうです。あ、カメムシがこれ食べれるんですよ。一枚ちょっと花びらプチって、あ、ネバネバしてる。面白いですよね。ネバネバしてる。オクラですよね。うん、オクラだ。味はなん、まあ無味なんですけど、食感が。すげえ。特に根元のこの部分が結構。これが生かした料理人とかこのまま使えそう。ですね。でももう糸引いてたすもん。取ってやろう。うん。食べきりましたよ最後。オクラだ。オクラっすよ。本当？オクラだ。嘘だって。そんなオクラなの？美味しい。美味しいっすよね、うん、俺割と好きですよ。本当に。うまみお兄さん出ました、うまみお兄さん。なんでオクラかどうか答えてくれない、ね、出すまででもないけどね、うまみお兄さん。美味しい美味しい。里芋、全然里芋なんですよ。なんかハスっぽい感じ。本当だ。はー、いやこうだよな、やっぱり、うん。いやなんかね、本当に結構序盤にね、葉っぱが枯れ出して、赤いプチプチがね、葉っぱにあって、赤谷じゃねみたいな、その、コンクリートによくいるらしいじゃん。はいはい、いますね。病気？それとちょっと茶色くつく。一個結構葉は枯れちゃって、はい、でもおしべとめしべはあるから、一応、トウモロコシっぽくはなってきてて。なんか気をつけた方がいいことあります？農業やる上で、ね、農業は奥深いですからね。大里町のこう農業で古くから伝わる4つの大事なことみたいなのがありまして。4つも？はい、4つもあるんですよ。1つ目が投げ出さないこと。あ、はいはい。2つ目が逃げ出さないこと。え、3つ目が投げ出さないこと。最後が信じないこと。なんか聞いたことある、はい、まあ、ダメになりそうな時、あれダメになりそうな時も、まあ大事だよって、それが大事だよ。4つのこと。なんかちょいちょい穴ない思い出せてなくない？なんかちょいちょい。やっぱ暑すぎてもやっぱ夏野菜は、うん、ダメになっちゃったりとかするんで、そういう時がやっぱりもう負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じないこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。それをなんかもう上の先代から言われてます。先代が悪いんだね。先代のせいでした。トウモロコシは育ててます？それがやったことないですよね。いやそうなんだよ、あんまいないんですよね、はいはい、逆にエニシの里はトウモロコシは育ててないんですけど、ヤングコーン、あ、途中で摘むじゃないですか。そう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 、そうだね、はい、同じだもんね、育て方としては。そうです、音は一緒なんですよね、そう、それも俺も最近知ったんですけど、うん、ヤングコーンっていう別な品種があるのかなと思ったら、いやそう、途中で摘んじゃうんですよ。だから俺の今のぐらいの時期ちょうど、あ、ヤングコーンあるかな、ちょっと見に行ってみますか。上の畑でやってるんで。すげえ。じゃあ行きますか。行きますか。軽トラで。はい、一応まあ、エニシの里ここ私有地なんで、ああはあはあ、軽トラの荷台に乗っても大丈夫だよっていう。すげえな、はい、軽トラだ。い、土足で？あ、いいですよ、そのまま。うーわ、よいしょ、お邪魔します。すごいね、頭とか落ちるかな、全然やめてよ。あー、あー、いいね、乗り心地意外といいですよね、ね、軽トラ。あ、看板かわいい。あ、本当だ。そうです、これが僕らが一番。はい、一周映った。へえ、うわ、めっちゃ見たくない？景色めちゃめちゃいいっすよ。ここはもうマジで山。いいね。めっちゃ急だ。なるほどね。あ、到着しました。ああ、はい、あ、おい。一応ここイノシシ出るんで。やばいっす。イノシシ出るんかい。あ、雑草ね。ところどころコーンの残骸みたいな。この辺に生えてたような気がするんですけども。
確かに俺分かるよ、コーンのあるなしは。コーンなしだね。なしですね。なしっすよね、多分。残骸。あ、何これ。ラジオが。へぇ。壊れてる。イノシシよけだ。あ、イノシシ。あ、へぇ。音出してたんですけど、ちょっと電池切れちゃった。じゃあ、いるじゃん。いや、いるんですよ。あ、掘り返されてて、イノシシ。あ、よかった。はい。掘り返されてまして、もう全部やられちゃったんですよ。こうずらーっと。ここ本当だ、これ全部か。本当だ、全部も掘り返されて、すごい綺麗だね。でも掘り返し方、一瞬ここまで来るとなんかありがとうって感じですよね。なんか諦めがつきますよね。いけるね。わー、すごい。夏休みだ。すごいね。急に女性の自分がちゃうみたいな声。何これ。あ、ラジオの電気をソーラーで賄ってる。そうですね、こんな感じでこう電気サップですけど、これ触ったら痛い。触ったらマジで痛い。いい、触ってる。いや、痛い。痛いの。吸収しました。マジでこれ電気、1万ボルトですかね。1万ボルトの電気がここ流れてるんで。ヒロアカのあいつじゃん。痛いの。すげえ。鍛えてるんで、やっぱすごいな。すいません。マジ頑張って。はい、使って。わー、ここめっちゃいい。最高じゃん。お、これが大本命。電気大里町名物の。はい、これどっから取るだけトマトって。この関節の部分、なんかガンプラみたいなこの関節のとこポキってやるんですよ。お、取れた。はい。はい。チョコっていうやつ。チョコ。ワインレッド系の。なんか特大のもの。あった。うわあ、これびっくりするわ。ようやくピンだ。ごめんみんな。取ってんの？取ってますよ。じゃあ今どうするか。ハロー、たかし、出来たてのポップコーンはいかが？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 